この後1週間のお天気をお伝えします。この後の天気アイコン見ていきますと、雨の降りやすい1週間となりそうです。特に明日木曜日、さらに15日金曜日から17日日曜日にかけては、西日本から東日本を中心に雨の降り方が強まる可能性があります。場合によっては大雨となる可能性もありますので注意をしてください。その後も前線や湿った空気の影響で曇りや雨のすっきりしない天気、雨の降り方が強まる日も出てきそうです。そして気温に注目して見ていきますと、この後も日中の気温は30度前後の日が多くなりそうです。湿気も多く、ジメジメ、ムシムシとした体感の日が多くなってきそうです。食品の衛生管理など気をつけてください。なお、最新の気象情報はウェザーニュースのアプリでも確認いただけます。